北原てりそです今回は1950年代に作られた日本製のゼンマイ仕掛けの闘牛士のおもちゃをご紹介します闘牛士のおもちゃこれは珍しいですよね車輪が前後に動くんですその前後に動くことによって真ん中にあるバネがですねこう闘牛紙と 牛と人を、こう接近させる。また、牛が突撃していくような様子を表現しているんです。赤い切れをですね、こう見せながら牛が突撃していく。そういうシーンをよくおもちゃにしたなと思います。この牛の表情。闘牛士の服の感じ、そして顔の表情。 車輪にままでプリントがしてありますよね細かいところまで工夫して手を抜いていないおもちゃだなって感心させられます。